ブルガリアにも神様の恵みである四季があります。冬は12月から4月にかけて雪があり、スキーシーズンはなんと100日以上。スキーに好ましい条件はまだあります。首都のソフィアはビトシャ山の麓にあるため、忙しい1日の終わりに市内からわずか30分でナイター営業のスキー場に行けるんです。すごいでしょ。ここは雪のピリン山脈です。この山脈の麓に位置するバンスコはバルカン半島有数のスキーリゾートとして非常に有名です。近年この町は国際スキー連盟主催のアルペンスキーワールドカップの開催地にもなっています。アレクサンドラ・ジェコバという美しいブルガリア人女性をご存知ですか？彼女はボーダークロスの世界チャンピオンです。スキーに最適の条件が揃うバンスコには18ものスキーコースがあり、スキーやスノーボードの教室もたくさん開かれています。リラ山脈です。ボロベッツは100年以上の歴史を誇るブルガリア最大級の冬リゾートです。この町は標高2925メートルのムサラ岳の麓に位置します。ムサラ岳はバルカン半島の最高峰です。ボロベッツの町にはウィンタースポーツ好きの方のための最新のスキー場設備が整っています。ゴンドラ、チェアリフト、子供向けのスノーパーク、難易度別に分かれたスキーコース、ペータル・ポパンゲロフというコースはブルガリア出身のアルペンスキーの名選手にちなんで名付けられました。山で過ごした一日の疲れは温泉のプールやサウナで癒しましょう。まさに極楽気分です。さあ、夜はまだまだ楽しめます。リゾート地のナイトライフを満喫しましょう。ロドピ山脈です。パンポロボは少ない雪でもスキーが楽しめるブルガリア指折りのスキーリゾートです。1時間に1万1000人以上が利用できる設備が整っています。スキーコースのほとんどは最高標高地点1926メートルのスネジャンカ岳からスタートします。パンポロボはスポーツやレクリエーションに格好のリゾート。近年できたスノーパークには完璧なメンテナンスが施されており、勇敢なスキーヤーやスノーボーダーのためのハーフパイプも備えられています。パンポロボのすぐ近くにウィンタースポーツの歴史と伝統を誇る町チェペラレがあります。バイアスロンのオリンピックチャンピオンエカテリーナ・ダフォフスカなどブルガリアの多くの名選手のキャリアはこの町でスタートしました。チェペラレにはスキーやスノーボード、フリースキーに最善の環境と設備が整えられています。ロドピ地方の郷土料理もぜひ楽しみましょう。ひっそりとした場所で農村観光とスキーを合わせて楽しみたい方には白カラカ村をおすすめします。ストイキテ村周辺にはゴリャム・ペレリク岳、スネジャンカ岳、メチチャル岳がそびえ立っており、その眺めは息を呑む美しさです。人混みや夜の街の喧騒から離れ、大自然に触れながらウィンタースポーツを楽しみたい、そんな方にぜひおすすめしたいのがオソゴボ山脈、モムチロフツイ村、リラの7つの湖です。スノーモービルや雪上車に乗って今まで誰も滑ったことのないような斜面へ向かいましょう。そこはスキーやスノーボードの上級者にとって天国のような場所。冬の間、リラの7つの湖は雪の下に眠っていますが、その美しい姿を見る楽しみは夏までとっておきましょう。ここで紹介したのは
ブルガリアのスキー観光のほんの一部。おすすめの場所はまだまだあります。実際に訪れてお気に入りの場所を見つけましょう。冬のブルガリアはあなたを心から歓迎します。